高橋です。今回はエナメルの文字周りに入れる縁取りの入れ方を、説明したいと思います。練習方法は練習用の板に文字をペンで書いてその周りを彫っていきます。彫ってる刃先が外側に文字の外側になるように刃先がこちら側ではなくて文字にかぶせる感じですね。直線のところとか直角のところはなるべくメリハリをつけて彫っていきます。それでは実際に、ブレスレットに、入っているエナメル文字の周りに縁取りを彫っていきたいと思います。文字に当たらないように彫り幅を一定に保ちながら彫っていきます。刃先は右でも左でもどちらを使っても構いません。なるべく文字に近づけてあまり離れすぎないように。狭いところも刃が入ればこういうところも彫っていきます。ゆっくりでいいので、文字に当たらないように注意しながら彫り進めていきます。文字周りを彫ってから、この周りにテクチャーを入れます。ポカドット、点描ですね、点描だとかチップチョップ、ロゼットなどを、入れていきます。はい、今日は文字周りの縁取りの彫り方の説明でした。ありがとうございました。